吸盤の上に張り付いてますよ。笑っちゃうよこれ。なんかスローモーションみたい。これ最後の方がいいかもしれないですよ。いやー張り付いちゃう。皆さん前じゃん。あ、今良かったと思いますよ。はい。昨日言ったようにちょっとターン全般体一緒に乗せていきました。はいはいはい。ちょっとね、何か所か右ターンの時やっぱりちょっと残っちゃう時は。うん。背景取っていいです、はい、逆にわざとらしく強くやってちょうどいいです、はい、少し体が違い残ってます、はい、ではね、前には出るようになったんだ。でも何回もいいよ、上向いちゃってる。これとこれってこうやって押したとき押すと分かるんだけど、これで思いっきり力、いや前出してる、ぐーっと押しても負けないでしょ。いやいや、だから負けないように頑張ってみて。いや、だからまっすぐにして押すから我慢してな。で、こういう状態で押されても引けないようにしとくと、こっちの方が引けなくなるから、こう、もう一回で、手首こうな。オッケー、いや、左手だけリードする。なんかね、左だけこうリードするんですか。なんですか。下動けてない。順番曲がってる。まあ滑らないんで。超滑ってる。滑らない中で無駄がない動きを。はい。上一周。若干ターンが小さいです。体も乗せ、ここで乗せてってここを長く長く乗ってってください。はい、ずーっとまっすぐ行ってギュッてやると、今日はね、スピードが出ないからそれでも対応できちゃうんですけど、もうターンコがね、ちっちゃくなっちゃうんで、今意外と一発ですね。ずれが途中でこいでずれが、はい、あいつうまいじゃん。最後良かったよ。最後はうまかったんだけど、途中こいでるのはなんでだよ。止まっちゃうんだ。止まっちゃっても、こいでも、こいで、こげるほど遅くはないから。腕が痛くて、痛くて。あ、我慢して、ターンの全般部分丸く仕上げようよ、もう。まあ、彼も一緒なんだけど、ターンがちっちゃいんだ、ほら。わかる？ここがないんだよ、ここが。ここ来てる、2人とも。ここを使わなければスピードが出ないからまっすぐ行かない。もっとスピード出ないから、それの連続で滑ってるね。手前をもっとしっかり長く深く乗るイメージ、そういう練習だと思って滑ってる。最初、手前の溝の一番上を狙ってくるぐらいの意識で滑んな。あそこ絶対ショートカットしない。今良かったじゃん。何を今日はバタバタしない。なんか起きたな。ちょっと僕頑張りますから、滑らせて。早っ、もう早かったぞ。体引けないようにな。ちょっと後ろになりやすいから、常に前前です。昨日やってた。深いな、肩がぐらつくときあるからさ。そうするとほら、エッジが緩んだり角が立ったり、それの連続になって、一回で肩のラインを変えない。分かる、言ってるのか。
もうグラ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 させないんです。でこっちのターン、左外側と右ターンの時ちょっと内側に入る。止まってる。それじゃあさ、足くっつけてこい。足元くっつけてこい。足突き揃えてこい。リフト行くときもそれくっつけていく。また滑りポール入るときもそうだよ。意外と上下動ですから上下動、こういう上下動、こういう上下動、動きは出した方がいいです。ただ何回も言うようですけど、沈めば沈むほど位置を立てましょう。はい。